日本東京都杉並区高井戸間八中の橋交差点の航空写真。右が首都高速道路4号線。左は中央道。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成高井戸は東京都杉並区にある地名。現在の町町名では、上高井戸1丁目から3丁目まで、高井戸西1丁目から3丁目まで。 高井戸東一丁目から四丁目まで、下高井戸一丁目から五丁目まで存在する。杉並区の最南部に位置する地域。現在の町名では、上高井戸、高井戸西、高井戸東、下高井戸の四地域に分かれる。京王井の頭線富士見が、岡駅から京王線下高井戸駅、京王線八幡山駅の範囲の地域である。地名の由来については、 諸説あるが、かつて村内の小高いところにあった銅の傍らから、水が湧き出ていて、高いところから出ていた井戸なので、高井戸と呼ばれたという説と、地域内の草原寺にある高井戸不動が、江戸時代までは高台に祀られていて、高井お堂の不動様と呼ばれるようになり、高井戸不動という名が生まれた。そこから、高井戸の名が生まれたという説などがある。実際には、皇帝や井戸とは、 無関係であり、かつて、高池が代々宮寺を務める神宮寺があり、目印となるお堂に、不動様が祀られていたことから、通称、高井堂と呼ばれ、周辺を指す地名で使われるうち転じて、高井堂となる。跡地は、団地となっているが、高池十五代までの墓が残されている。明治の廃仏希釈で寺か神社かの選択を迫られ、没落。土地も、すべて売り払うに至り、 高井戸の地名だけが残った。初代東京府知事により記された墓を残すことだけ、認める証文が、高井家子孫が宮司を務める東京都品川区産、国屋綿神社に現存しており、杉並区が史跡に指定する方向で調査中である。ありがとうございます。